どこかに君を待っている仲間がいる。みんな君を助け、守ってくれるはずだ。だから、私が死んでも、君は一人ぼっちじゃない。わかったね。作戦を確認する。エリア A3、CPF5 に敵ジェネレーターを確認。速やかに排除せよ。手は挙げた。A3 の F5 は GG ブリッジ近くだな。待てよ。ジェネレーター1機潰すのにミサイル10本は必要だぞ。お嬢さんの破壊力はそんなもんじゃないんだろ。使用書通りならね。やる。お嬢ちゃんならやる。なあ、わからない。やってみなくてはわからない、そういう意味だな。どっちみちここでちんたらしてるわけにはいかねえ。お嬢さん、並びに PSS タリーホー。タリーホーってのは出撃とか突撃とかそんなノリだよ。もともとの意味は違うみたいだけど、 PSS じゃその辺適当でさ。気が抜けるぜ。確保。こりゃジャンヌ・ダルクよりサフィア・ガールって感じだな。
いや、ナイトゴッテスだろ。知らねえよ、そんなの。そこの二人、口を閉じろ。ルート確保、視界も良好だ。止まって。こちらジェネレーター式。景気よくアーマメントを吐き出してくれ。そりゃいつものことだ。まあ、そっちのタイミングで動け。はいはい。あれがジェネレーターだ。かなり手強いけど、いけそう。やってみないとわからない。意外と慎重なんだが。え、ほう。ああ、そうか、あれね。お嬢さん、タリーホー。
PSS コール。敵ジェネレーターの破壊を目視。確認願う。了解。こちらでも確認した。ご苦労。グレート、スーパー、エクセレント、カラーショー、いやはや大したもんだよ。70億人の仇、目じゃなくなるぞ。いいところを見せておかないと。お嬢さん、頼むぜ。おい、どうした？故障かよ。もし、手伝ってくれないのか？ダリ、ラズ！どうして手を貸さねえ。私は攻撃されなかった。だから敵じゃないと思った。それが言い訳のつもりか。また仲間が死んだんだぞ。やったのは敵だ、この子じゃない。黙れ学者崩れ。それを言う？じゃあ学者がこんなところにいるのはどういうわけだ。軍人が不甲斐ないからだろ。てめえ、あ、味方の敵は君の敵だ。次は頼むよ。いいかい、どこかに君を待っている仲間がいる。みんな君を助け守ってくれるはずだ。だから私が死んでも君は一人ぼっちじゃない。わかったね。うん、わかった。分かったってさ。ふん、どうだべな。ダリーとラーズは残念だったけど、君の責任じゃない。今は市長たちとの合流だけを考えよう。俺とシャオミンが君に同行する。目的はルートの確保。残りは戻ってトレーラーの修理。フォボス、いいだろ。了解だ、クソったれめ。とっとと行け。エリア A2CP4。 まずこのビルを乗り越えて、それから西へ進もう。そしてトルソドライブとの交差点でトレーラーを待つんだ。こっちじゃねえ、ヘタレどもを孤立させるな。
ロック。ファイヤSS コール、こちらホブス。トレーラーのダメージ確認。アレクセイが修理を始めたが、所要時間は未定。こっちに敵をよこすんじゃねえぞ。了解。気をつけろよ。こっちのセリフだ。右も左もわからない小娘とヘタレ二人、胃に穴が開くぜ。そりゃ漢方がおすすめだよ。言ってろ。ゲートのところの敵、見えるか？悪いけど、任せる。
ターモード。ロック、ファイヤだろ。ゲートが閉じてやがる。あれは開戦直後に建造された対地上的ゲートだ。建造費600万ドルだったな。なのにすぐに無用の長物。そんな役立たずに行く手を阻まれる俺たち。こりゃ何の罰だ。野党に投票したせいか。 ESS コール、ラスカル、ゲートを開放できるか。ああ。ラスカル、ゲート開放を命じる。出たよ、むちゃくちゃ市長。こいつは内と外から同時にコンソールを操作する必要がある。ってことはどうしたらいいんだ。